ちゃうと思うんです。今日2日目です。朝ごはん食べに行きます。めっちゃ和食やな。美味しそう。こういうことやのよ。じゃあ今からホテルに戻ってお互い完全体になってから次の場所向かおうか。向かいましょう。準備はいいですか？はい、鳥取市場にやってきました。鳥取市場は西日本最大級の海鮮マーケットになんねん。めっちゃ広いし、で中に釣り堀とかもあって、釣り堀で釣った魚をそのまま調理して食べたりとかもできるし、海鮮丼とかもあるし、あと UFO キャッチャーとかのアクティビティとかもいっぱいある。カタタ漁港で取れたやつをそのまま置いてんのやって、だからめっちゃ新鮮やと思うわ。じゃあ入っていきます。はい、任してください。おお、こういう感じか。思ったよりめっちゃ広いな。コストコみたいな。鮭の心臓食べたいかも。なんか心臓食べたら心臓強くなるっていう。ウニとカニ味噌、そんなん混ぜたいものにハマってるやん。うわぁ、売ってるものがだいぶ変わってんな。カマス、それ普通ちゃう？梅なめたけとか最高にうまそう。うまいとうまいの合わせやん。結構お土産がメインやな、この場所。鮭の心臓と梅なめたけと飲むみかん買った。みっちゃん何買った？私は梅の、うまそう。みかんでしょ。変わってんな。やばいな。やば、蜂蜜とかいろいろ売ってるとこに急に梅バターとかがある。どんな味すんねん。桃ジャム、梅ドボン、みかんジャム。美味しそうやな。朝ごはんが優雅になれば、こんなの塗り始めてたら。やば、ミクさんがこれやるらしいわ。1プレイ100円って結構優しいな。頑張れ頑張れ。結構走ったけど、こいつ狙ってた。え、全然やん。いろんなメニューある。ウニ丼3300円する。食うか迷うな。朝ごはん食べたばっかりでお腹いっぱいやねんけどな。っていうか安いわ、切り落としとかが1個の8、300円とかやわ。やば。え、だってこのエビこんだけあって650円とか。めっちゃ安いやん。新鮮やろ。やばない？赤エビ食べたくなってきた。すごい焼き物もある、市場って感じ。お寿司屋さんもあったな。海もちゃんとあるからさ。ほんまや。そうや。すげえ、ここで解体ステージやってんねや。待って、あの水槽何？何これ？おるわ、中に。水族館じゃん。開催されるやつらはさ、もっとでかい。でもなんかこれで見たら可愛いと思ったんやん。可愛いと思ってんのに食ってまうんやろ。変わる。すげえ、これは一体何？この中に。あ、ほんまや。怖くはないけど、大量に言い過ぎてるな。これは確かに新鮮なわけやで。ここでだって買ってんもん。買っててこのまま食う感じやろ。え、待って。安すぎへん？1匹800円ぐらい。マダイ安い。え、まず何これ、何？サザエちゃん。サザエってこんな感じなんや。初めて見た。私も初めて見た。セリなんか溶けてるね。上に車エビがめっちゃおる。軽く水族館だな。この子は誰ですか？靴エビだね。靴エビ。正解は靴エビです。めっちゃ可愛い。ちょっと待って、え、これが急に莫大なお値段に変わったね。カニやめっちゃ可愛い。すごい。でこんな感じでも魚が冷やしてあるんや。すごいな。すごい。これぞ海鮮マーケット。タコや。めっちゃ可愛い。確かにミキティが好きな薄顔やん。可愛いやん。300円安い。何やこれ、どういうこと？やばい、マジで全部安い。大トロ1680円、ウニチラシが1000円なんよ。めっちゃ安い。やばい。これはイートインスペースで食べようかなと思います。
いや、トレトレ市場めっちゃ楽しいな。やばいな、めっちゃ買ったわ。朝ごはんでお腹いっぱいだからめっちゃ食べるわ。まず私が買いましたのがウンチらしい1000円で、赤エビ500円、頭も食べるらしいで、ミキティと一緒に食べようって言ってる本マグロの中トロとマグロ三種盛り。え、ってことは何、これが中トロ普通だけど3種類って書いてる。どういうこと。よろしくお願いします。目張りやな。食べてもらいます。はい、これがいくらやった。1500円。安いしね。ウニ入ってるよ、これ入ってる、最高やな。エビいただきます。でっかいやん、ブリンブリンやん。いただきます。うん、めっちゃブリンブリン、めっちゃ減ってしまって、クソうまい、最高です。これ500円のクオリティちゃうわ。そうやね、200円。えぐい。で、頭も食べれるって書いてたんで、ちょっとよくわからんけど頭も食べてみるわ。ギュッて噛んで、身を吸い出すみたいな感じ。そういうことや、いただきます。そう、でもうまいわ。あれかな、割った方がいいんだったら。でんてで、なるほど、そういうことか。でんてやってガガガって言ったらいい。では、お次、念願のウニ食べます。いただきます。うまい、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 うまいわ。ちょっと苦味がやっぱちょっとあんねんけど、北海道と違って。でもすごいクリーミーで、カニ味噌の味似てるっていうかな、味噌を食ってる感じで。めっちゃうまいわ。でもご飯進む系の味、クソ安い。ほな、中トロもらうで。見てください、このベロのような輝き。溶ける。3枚ずつしかないやん、喧嘩だろ。なんで後でやろうな。梅張り君、なんかおはぎ食べてるみたいな絵面やん。トレトレ市場、トレトレ市場のためだけに車運転できるな。どう？うまい。いや、楽しかったな、トレトレ市場。はい、じゃあ、トレトレビレッジに入った時にいろんなチケットをもらったんよ。朝バイキング、夜バイキング、トレトレの湯で、もう一枚もらってたのがカタタの湯入場券。ちょっとな、全制覇したいよね、やっぱり。だから今から筑波の湯入ってから帰ろうと思います。はい、はい、チケットお邪魔します。左がトレトレ亭で、右がカタタの湯です。どう、ダダーン。次の日もカタタの湯入れますよっていう話やったんやけど、11時までですって書いてあったわ。急に行き場を失った2人。楽しかったな、和歌山のトレトレビレッジ旅。すごい、おお、これか。全然イルミネーションよりこっちの方が電気ついてんじゃん。トレトレビレッジ楽しかったな。ちょっと待って、紹介する前に飲んでるやん。あ、
みんな今日も最後まで見てくれてありがとう。次回は箸休め動画、旅行で使えるベトナム講座やるで。このチャンネル見てるってことはベトナムも好きなんやろ。じゃあ次の動画でバイバイ。